よし。こんばんは、仰天ゆりなです。イエーイ、こんばんは。あ、くしゃみ出る。あー、止まったわ。くしゃみが出そうになりました。危ない。すごい、私のツイッターさ、なんかさ、流れてくるもんが全部さ、アニメのものばっかりでさ なんかさ、こういうさ、ツイッターとか見ながらさ、あ、これこうだったよねとかってさ、こう情報収集とかすんねんか。それでさ、あ、なんかないかなとかってこうやって見よったらさ、めちゃくちゃさ、もうアニメのさ、グッズなりさ、アニメのさ、そのさ、何、なんかあるやん、グッズだったりとか、そのアニメの情報みたいなばっかなんやけど、なんかやばいね。いや、別にフォローしてなくてもなんか回ってくるな、なんか関連的な感じ。そう、めちゃくちゃワロポッポッポッポーや。多分な、なんか何個かフォローしてるやつもあるんやんか。その感じの関係性的にこう流れてきてくださるんでしょうね カタ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 とかね そうね、本当に え、11月25日の金曜ロードショーで「バイオレット・エヴァーガーデン」が放送だって。キャー、嬉しい。え、次こそ絶対に見なければいけない。うーわ、次こそ絶対見なければ。あれと一緒かな、分からんけど。いやー、本当にさ、アニメのもんしか流れてこなさすぎてちょっとダメだな今日ニット帽っすね。この人は楽なんでね、頭さんが。ヒヒ。今年もニット帽の季節がやってまいりました。嬉しい。去年はニット帽すごい活躍していただいて、今年もきっと活躍していただくだろうというふうに思っております。え、やばい、マジでニット帽、なんかさ、夢でさ、それこそ何の夢か覚えてないねんけど、なんかの景品みたいなのがもらえるってなった時に、なんかあなたの欲しいものじゃない、なんか景品でなんかになんかもらえるってなった時に、人によってなんか入ってるものが違くて、私何やろうと思って、パカって開けたらニット帽入っててん ニット帽入っててん。で、なんか夢やからさ、こう時空が歪んでるし、こうループしたりするんか。で、また違うやつでこうプレゼントがもらえるってなって、パカって開けたらニット帽やって。うちどんだけニット帽欲しいんやろってすごい自分の中で思った。そう、なんかプレゼントしてくれるみたいな感じのやつで、そういう夢やからさ、なんか心理的なさ、何やろ、願望みたいなのが出てるんかなと思った。そう、
プレゼント2つ、その夢の中で2つもらえてんけど、どっちもニトボやってん。そうで1個は黒のニトボやってん。でもう1個はピンクのニトボやった。でそれ見た瞬間、いやいやこんなんどこにかぶっていくねんって思わず突っ込んでしまったそうなんかね、そんなに欲しいんかな自分ってね、すごい言われながらね、めちゃくちゃね思った。めっちゃ面白かったしかもピンクってさ、絶対もらってもかぶらんよって思ったけどね、思ったからなんてすごい面白い。でも確かにね、あの服とかを見に行ったりとかするとき、ニット帽めっちゃ見てたよな、うん、ニット帽めちゃくちゃ見てたよな姉ちゃんな、うん、そうだから欲しかったん。だからなんかそれが夢で出てきたときにね、すごい面白かった自分でも。夢が覚めてなんかなんでかっていう経緯は覚えてなかったんけど、プレゼントの中身がなんでか知らんけどニット帽、しかも2個ともニット帽やったっていうことだけは覚えてて、めちゃくちゃおもろかった自分でも笑ったっつってピンク可愛いからかぶりだって、いやいやかぶらへん、目立つやん、目立ちたくないねんね、黒とか紺とかグレーとかじゃないとかぶらへん目立ちたくないねん青もかぶらんな、私あんまり寒色似合わへんからさ、青もあんまりかぶらへんな。そうやね、そうやね、そうやね。なんか胃がんどる、これなんかないか、なんか胃がんどるようにさ見えんねんな。よいしょよいしょよいしょ、あきあき、白のニット帽はね想像したことないから分からへん。アンパイしか選ばんから、いつも冒険はね、あのあんまりしない主義やな。似合わへんくて買ったらもったいないやん。絶対似合う色って、黒って絶対さもう何とでも合わせやすいやん。だから結構選んでしまうよね。江ノ島の YouTube 動画見た、だって。あ、ありがとう、嬉しい。でもみんなね、うちが喋ったのは日本語やったけど、そのもともとさ、その中国語喋っとるけんさ、基本的に日本のファンの人は何言っとんか分からんかったって、ただ言うと感想をいただきましたですよね、私も分からんかった。もう挨拶ぐらいしか分からんかった。何言ったっけな、ダザハー、ボシー、 AKB、 スシーパー、新天、ユーリーナイみたいな、これしか覚えてないそう これしか覚えてないよ。最近やってないねんな中国語全然やばいよね。でもやっぱね、自分が普段喋らない言葉は使ってないと秒速で忘れる、秒速で忘れるねやっぱり。うん、特になんか使わんし、聞かんし、普段もう、うわ、分からん。なんとか最近、お、最近つっても2週間前ぐらいの、ね、なんとか、なんか元気ですかみたいな、あ、よくなんか中国の人とかは挨拶の時に言うんだよって教えてもらったのが忘れましたね。何でしたっけ、ちょ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 、聞いてん聞いてん、あー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 、どれやっけな、いやなんかね聞いたのよ、なんかこういうのとかは付け足して言うといいよみたいな。うわ、なんやっけな、
ちょっと待って、書いてるんやけど全然読めないわ。嬉しい、綺麗、あら、ありがとう、嬉しいわ、嬉しい。難しい、いやでもね、難しいよ、もう違いがわからん、私には。本当にあのぶっちゃけの話、うん、違いがわからん。おし、一緒に聞こえる、うんってなる。あ、そうそう、ご飯食べたみたいな。あ、そう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 、それをね習ったんよ、忘れた。なんだっけな、あとなんか天気、あ、日本人はよくさ、なんか天気みたいなの聞くやん。それとさ類似してるものを教えてもらってんけど、あー覚えてませんね。2週間分ぐらい前には教えてもらったよ。なんかいっぱい食べましたかは、チバラマって、チバラシシエだって。我也吃饱饱了、いっぱい食べましたかみたいならしい。今ってさ、何やったっけな、旬、違う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 、なんだっけ、現在は現在でしょ、今天は自分だし、なんだっけ、なんとか今、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 今日ってなんだっけ、また今日ってなんだっけ、だダメだわ、最近本当にもう物忘れめちゃくちゃ激しい。それこそ今日もね、今日もなんか大切な書類をちょっとコピー、あの出さなあかんかったから、コンビニにコピーしていって、個人情報やんか、思いっくそ個人情報コンビニに忘れてきて、コピーするやん、コピーした中に入れっぱなしで、コピーした紙だけもらって帰ってきとって、で、まあ、それで家で書きよったん、書類よな。あっと思ってカバンの中パッて見たら、あれ原本ないやんってなって、それで、えっやばい、忘れてきた、コンビニやってなって、もう慌てて戻っ、慌ててで戻ってって言っても、もう何分も経ったよ、戻って、でもあったから、あっぶんねーっつって、もう本当にやばなかった。え、住所書いてるし、名前書いてるし、ね、やばすぎん、あ、人天だ、そう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 、人天天地ハンハウハンハウ、あだって、今日は天気がいいですねだって、ウォハンウォハンウォハンハウって、にいな、ウォハンハンシーシーだって、人天人天天气很好啊。いやーマジで本当にさ、もっとやらかしたマジで。しかもさ、そのコンビニに行ってコピーせなあかん、もう2つあってん、1個コピーして、1個コピーし忘れて帰ってきて、家に、あ、家にじゃない、スーパーに行ってん、それでスーパーで気づいたん、うわ最悪やと思って、戻るのめんどくさすぎて、やばと思って、まだ後で行こうと思って、それで家に帰ってきて、書類やりになる時に原本忘れたっていうね。物忘れマジだ、最近秒で忘れる、ダメだこりゃ、マジで今日は本当に焦った、もう本当、あーダメだ今日はって思った、あ今日はダメだ、ダメだダメだダメだデーだなと思って、あかんわ。なんかね、たまにね、ダメだダメだであるよね。そういうと、言っちまったと思って。まあ普通にさ、普段さ、コンビニでコピーなんてせんからね。そう、なんかコピーするものって言っても、こうなんだろう、データをコピーすることはあるねん、その原本写しにコピーすることって普段なくて、そう携帯とかのデータをさ
送ってコピーすることはよくあるんやけど、提出物とかでね。でも原本をこうスキャンしてっていうことが基本的にないんですよ、普段の生活の中で。だからよく久しぶり、そう忘れちゃった、マジ心臓に悪いわ、マジで。焦るわ、寿命縮まったらどうしてくれるんって感じ。普通の家は家のプリンターでコピーするかねって。いやー、今のご時世家にプリンターがある人の方が少なくない？ちなみに私の家プリンターありますよ。ただね、ぶっ壊れてるんですよ。なんかね、ある日を境にね、インクカートリッジ交換してもね、何でか知らないですけどエラーでね、スキャナーできないんですよね。なんでコンビニにわざわざ行ってるんですけど、それまでは家でコピーしてましたよ。でもそれがね、なんか壊れて説明書読んでなんかやってるんやけど、でもねできなくて、ああ何がダメなんかマジでわからんわってな。そうなんでコンビニだから、それまで私はずっと書類とか全部家でねコピーしてたんですよ。だからコンビニ行くことなんてね、マジでなかったんですよね。なんです。だからね、ピエン、あ、嬉しい。なんだろう、ユリナ、今日もとても美だって。あ、嬉しい、ありがとう。美の意味が分からんけど もう直読みで美やったけど、なんだっけな、なんかさ、美しいってさ、なんやったっけな、その YouTube の時に美しいっていうのはね、なんかね、なんとかだよって教わったんやけどね、覚えてない、そんな一日の聞いたことやけん、忘れた。あ、そう、それだ、イントネーション分からんけど、それ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 、イントネーション分からんから発音の仕方知らんけど、足が分かる単語、くわい、かわいい、足がもうかわいいで知っとる文章は2体くわいら これしか知らん。あなたはなんだっけ、かわいすぎるみたいな、あ違うっけな、2体くわい、あなんだっけ、あなたはちょっと何年か忘れちゃった、何やっけな、ちょ日本語訳忘れちゃった。ジェーンとかはなんか最もみたいな感じだったよね。なんかね、真実の真か、あと最もっていう字のね、あるんよね、そのなんていうの、表しの形が、忘れちゃった。あなたは可愛すぎるか、あ合ってた、あれ合ってたっけ、うち自分日本語で訳言ったっけ、言ってへんか、自分が何話してたかもあんま覚えてないねんな。あとイントネーション忘れたけどね、綺麗はね、なんだっけ、ぴょりゃんか、なんか、ちょっとね、発音の仕方忘れました。ちょっとイントネーション忘れちゃったんやけど、カタカナとしては合ってるはず。もうこれしか覚えてない。これはもう中国語の、勉強してた時に習った単語マジイントネーションは分かりません。イエスイエス。あ、姉ちゃん、美人っていう言葉知っとったわ。ニシメイニーって書いとるわ自分で。でもただあれ発音記号書いてないから音が分からん。
大南西の発音の仕方なのかがちょっと分かりません。な発音の仕方がさ難しい。本当だってさ音が違うだけで何にも通じへんって言われるからな。難しいよね。でもさ海外の人がさ難しいっていう日本語の音ってさ「つ」とかさ難しいってよく言うような、「つ」がさ難しいってよく言うような、海外の人とかさ「つ」ってちょっとさ「ちゅ」ってなるような、「ちゅ」って、「つ」が難しいらしいな。なんかよくさそういうさ海外の人が日本語喋ってくださる時とか「つ」が難しいってよく聞く、「ちゅ」ってなるんやって。そう、そう、あ確かにだって、あ難しい、ほんと、なんだろう、なんかありますか逆にね難しい、なんか私からするともう英語も韓国語も中国語も全部難しいんですよ。もうだって日本語にない音多すぎて無理って感じなんですけど、逆に海外の人が日本語難しい音とかあんのかな。なんか逆にあれなんかな、海外の人たちって音がたくさんありすぎるから、日本の音ってなんか単調っていうか、なんか単体というか、なんか何て言ったらいいんやろな、音がなさすぎるからこそ難しいんかな。日本人からするとさ日本語ってこう音が少ないやん。だからこそ外国の英語とか、そういうなんか日本にないこうちっちゃい音たちってあるやん、そうが難しいやん発音するときな。そんな音ないし日本語にみたいな、難しいって思うやん。逆にこう音がいっぱいある人たちからするとどうなんやね。私は超音が難しい。超音って何？だーとか、あ違うか。なんだろう、超音ってなんだ？ダーしか出てこないけども、さっきからダーしか言えん。日本語が一番難しいって言われてる気する。それはもう多分音がなさすぎるけんじゃない、日本語に関しては。伸ばす音チューとか、うん、韓国語と日本語は順序が同じで英語よりは、あそうだね、韓国語は確か日本語と並び順が一緒やね。逆に中国語と英語は並び順が一緒やね。だから勉強しようった時に文法が違いすぎてマジでもうわけわかめ、 SVOSVO みたいな、そうやんな。日本語には曖昧な表現が多いって、あそうなんや。あ、日本語では同じ音でも意味が違う。でもそんなこと言ったら、そう、私勉強してると中国語もそのもんやったで。あ、私にはもう同じに聞こえるもん。先生が言ってくれたもん。何が違うって思っちゃった。し、四声ってあるやん、そのなんか、あーとか、まーとかさ、まーみたいな、あれの違いを表現することができない。難しい。だってそんな音ないもん、いっぱい。日本語には。 あと確かにその海外でも方言とってあると思うんやけど、日本は結構こんなちっちゃい国やのにむちゃくちゃに日本語の方言が多すぎるやん。県によって喋れること全然違うけん、それが難しいかもな。なんやろな、同じ標準語とだって方言で寄ること全く違うからな。意味は一緒やのに反対の意味とかになったりとかすることって多いじゃないですか。例えばまあ讃岐弁だったら「しんどい」っていうことを「えらいえらい」って言うんやん。でもさ標準語で「えらい」って言ったら「えらいえらい」、こう威張っとるとかさ、こうなんていうんだ、こう
偉そうにしとるっていう、こうやってさ、はいはいみたいな感じの偉そうにしとるって、でもしんどそうにしとる人たちのことを偉そうにしとるって言うんよな。それと一緒やろな、多分難しいんやろな、方言言われるとえみたいな。特に日本語勉強しよる最中の人からするとはみたいな、言っとることちゃうやんみたいな、難しそうって思った。特にこう端っこに行けば行くほど方言って結構なきついやん。遠くの人たちなんて自分もうき、同じ日本人が聞きよっても何をかわからんもん、もう方言がすごいけん。そうやけん、多分それを海外の人が聞くとうんみたいな、だって本当に遠くの人とかの喋れる言葉、おじいちゃんおばあちゃんが聞きよったら、なんか私それこそ外国の言葉に聞こえるぐらい本当に難しい、何をかわからん。だからこの日本語勉強する人はすごいなって思う。まあそのさ、海外にもいっぱいあるけど、あるけど、でもやっぱ面積が違うやん、面積が、面積がな。そう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 、やけんさ勉強しよう人大変ないなと思う日本語。やけんいいのも海外のファンの人と喋るときはなるたけ標準語で喋るようにしよるけど、でもそのこのショールームとか聞きよっても分かるんかなってすごい思う、たまにでもだいぶな昔ほどな、何このショールームでな、そこまでなすごいこう何やイントネーションとかは違うかもしれんけど、そこまでなんか意味が違う言葉言おらん気がする。そう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 、昔だと普通に自分が喋ることはなまっとるって分かってなかったけん、普通にもうえらいえらいとか普通によるけど、でももう今は分かっとるけん、こうしんどいって言い直して言うようにはなっとる。その語尾がけんとかなとかの辺は変わってないけど、でもその辺は分かるやん、なまったよなって、あいつのファンの人やったら。そうそうだけん、その昔ほどゴリゴリに言葉をなまらせて喋っとることはないと思う、そこまで。まあ自分が昔はそのね方言って知らんかったし、何が標準語とこうアリストンかが分からんかった、この方言は標準語だとなんて言うんかがもう分からんかったけん、どうしてもなんかえって言われてもえみたいないやこっちが言えないんやけどみたいな、そうそうそうって何だったけん。そうでも、まあ、そこまでだな。それ確かに標準語喋れる、そう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 、難しいな。あとなんか日本語のなんか曖昧なのがすごい多いよな。なんかこうえループしよるってなんで、ちょっと見てみよう。あーやばい、アップデートしないと見れない。ぎょうちゃんぎょうちゃん、あれ普通に喋れてるやん。オッケー戻ったんやな、よしよし。あぶね、なんか知らない、多分この時間電波悪いんかな、人がいっぱい使う時間やけんかな、わからないですけど、なんででしょうね。なあ、その中でなの、あ、そう、なんか曖昧、さっきコメントでもあった曖昧な表記の仕方が多いみたいな。確かにな、日本人ってなんか曖昧な言い方するよな。なんか海外の人からするとさ、どっちみたいな、なんかさ海外の人イエスオアノーみたいな感じのとこあるやん。でもさ日本人のなんかその曖昧な言い方するよな、断るときにしても何にしてもどっちですかみたいな、多分海外の人からするとも確かに多い気がする。うん、確かにね、言われてみれば。うんね、やんわりと遠回しにね言うこと多いよね。確かに確かに、それはそうかもしれない。うん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 、確かに確かに、それはそうな気がする。まあ
あ、日本人のいいところであって悪いところでもあるね。それは確かにその通りだと。まあその間海外の人は割とスパッとしてるよな。それすごい思う。はっきり言うし、物事結構。結構確かにスパッてしてる。こう日本人だったらこう曖昧にぼかして遠回しに言ったりとかすることをやっぱりね、結構自分の、意見として結構スパッ、これはこう確かに言ってる気がするわ。それはでもそれはね、日本人にはない。まあ日本人にはスパッと言ったらスパッと言うけど、まあでもね、素敵なところだと思う。日本人は結構遠回しにね言うこと多いからね。なんか海外の人はいいものはいい、悪いものは悪いみたいな。そう、結構イエスオアノーだね、感じ。でもさ、遠回しにしか言わん日本人を見てどう思うよね、海外の人は。え、どっちやねんってなりそう。突っ込みたくなるんかな 知らんけど どうなんやろな、分からんけどな。あ、そうなんや。合間に UFO ではあるんや。はあ、まあ、でも日本人にも全然スパッって言う人とか多いけど、勝手なイメージ。大阪の人とか結構、関西の人は結構スパッって言ってるイメージがある。いや、分からん、大阪のおばちゃんとかのイメージやけど。確かに、なんか海外のファンの人のファッションとか結構さ、キャミソール1枚とかで歩いてたりするやん。日本でキャミソールで1枚で歩いてる人とかあんま見んよな、夏とかでも。なんか海外とか、それこそね、韓国のファッションとか、アメリカのファッションとか、夏とかさ、結構みんなこうキャミソールとかで1枚とかでさ歩いとったりさ、日本でもさ、こう海外の人とかさ、キャミソール1枚で歩いとったりするやんか。日本の人ですなかなかね。まあ最近それこそファッションのあのあれでな、そうやって歩いとる人もおったりはするんよ、たまーにな。でも外国の人ほどあんなに露出度は高くないなって思うね。そう、だからすごいなんか、あ、それもやっぱ文化の違いというか環境の違いなんだなってめちゃくちゃ思うけどね。ね、まあそのファッション的にまでも全然ね、キャミソールにこう何かっていうファッション流行ってるからさ、まあ最近の若者は多いけどね、そういうファッションしてる若者の子さんたちは。分かんない、韓国でもそういう人あんまりいないと思うんだけど。分かんない、 K-POP アイドル飲みすぎ いや、分かんない、 K-POP アイドルさんのファッションとか結構そんな感じだったりもするじゃないですか。まあ、あと衣装とか。でもさ、そういうさ、そういうものを見てさ、勉強するわけやん。結局言うてインフルエンサーとかさ、そういうものよね。マイナス10度で T シャツ1枚は衝撃でした。凍え死んでまうよそんな凍えちゃう。 K-POP はみんな足が長くて綺麗だからね。だって
おい日本人が短足みたいな言い方すな。でもあるんよ実際に、なんか日本人が一番ね短足らしいよ。やっぱりなんか海外のアメリカの人とかはもうそもそも長いやん、手足がなんかロングロング、股下が違う、だから腰の位置が違うそもそも。でもなんか食べるものかな、環境とかによってもうね。でも最近の若い子は足長い子多いらしいよ。昔の日本人はなんか結構まあそのやっぱり他のところに比べたら短いみたいな、けど最近の子はあの股下が長い子、腰の位置が高い子が多いらしいっていうのを見ましたよ私は。うんうん、今時の子はなんかそういう系統にあるみたいなのをあの撮って、あのニュースっていうか記事とか、うん、そう見ました。多分それはね環境もね違うと思う。だって今時の子正座しないんだって、やばくない？正座しないとか考えられんないけど、私人生の今んとこ生きとる半分、23か、半分って15か、15って何歳や、高1か、あ違うな、23の半分がなんで高1やねん、小学生か、あ違うな、あ小学生か、あ中学生か、23の半分って割り切れないよね、11歳か12歳か、小6か中1か、小5か小6や、あ小学小6か。いやだって人生の半分今日正座して生きてきてるからな自分。最近の子は正座せえへんらしいよ、させへんらしい。なんでかって言ったら足が曲がるから、足が短くなるからせえへんねんって。やばくない？せんのやって思った。で正座しろって言われて育ったからさ、学校でよ、もうだいたい集会とか正座やん、足しびれてだいたい誰かさバタンバタンって音が聞こえるの、立った瞬間倒れてる子よく見ててん。そうそう、だから足が長いらしいよ。でまっすぐな足の人が多いらしい、11の足こうやっぱ正座すると O 脚になるんよ、足がな曲がるからさせへんねんって、こうやってまっすぐなせんって。まあ育った環境とかもあるんやろうね、知らんけどね。都会の人とかそうなんじゃ、都会の人とかでもね、なんかそれこそこの間もその話したけど、ショールームとかなんか、いや僕は、あ私より年上の人とかね、僕は正座してこなかったですよみたいな人おるんよ。まあ都会の人はそんなんじゃないって感じ。で昔の人は正座やん、日本人って着物着てたし、女性とか特に。そうだからそういうのもあるんだと思う。私はね中高を正座したね、高校でやっとあの体育座りというものが許されましたね。それまではずっと正座です。1時間でも1時間ぐらいずっと正座してました、ね、マジで地獄でしたわ。冬の正座はマジできつい、床冷たいもん、体育館の床だからもうカチコチキーンってなっちゃう。体育も体育館って暖房ないから寒いのにさ、キンキンの床にさ正座させられてさ、ほんと冷たいわってなっちゃう。そうだから私がもっと正座しなかったら、まっすぐなもっとロングロングあんよだったかもしれん。くっそー悔しい、でも仕方ない、あの規則は規則なんでって感じだね。ねえもうちょっと足が長かったかもしれん、ショックだわ。だから最近の子ほんと足まっすぐやし、足マジで長い。ねえほんとにねすごいよね最近の子ってね。そのような環境でも背の高い人は遺伝子が強いんかね。あ背が高い人、あそれもあるんじゃない、やっぱ、うん、家系はあると思うよ。たまにね両親ちっちゃいけど息子めちゃくちゃでかかったとかさあるけど、でも大体どっちかがでかいとかが多いね。うちいとこあれよ、お父さんでかくて、もうお母さんも普通にでかいかな、まあ女性としては普通にくらいなんやけど、普通ぐらい、お父さんめちゃくちゃでかいから
娘も息子もめちゃくちゃ身長高いよ、高身長高身長だから、その横に並ぶとマジでミニマムマジでミニマムだから、なんかまあ遺伝子はあるんやろうね、それまあね大いに関係してそうやけど、正座してなかったら165はあったかもしれんね、あああったかもしれんね、ワンちゃん160欲しかったよ。え、韓国では正座する人はほとんどある、あだからあの足綺麗なんかな、みんなまっすぐなロングロングって感じでいいな。小田のお兄ちゃん2人とも190センチだって、めちゃくちゃでかいやん、めちゃくちゃでかいやん、羨ましすぎ、190? でかっ、めちゃくちゃでかいやん、でかっ、 190? バスケット選手みたい、165以上に見える、あーよく言われる、し実は162センチしかないですね、165センチぐらいありそうってよく言われます、意外にちっちゃいねって言われます。まあ小田の横、小田が167とかなんですよ、小田の横ならならさすがにちっちゃいんですけど、でもよく大きく見られる、そうてんてんとゆいはどっちが高い、あこれよく言うけどゆいの方がでかいです、私はゆいに泣かされました、悲しい、あ自分はうちの家系で超えられなかった170センチの壁を超えられましたって、すごい、それはいい、よかったね、おめでとう、うーわ行天さんズボンの裾すら切らないでしょ、だってズボンの裾切らないよ切らない切らない、だってズボンの裾は長い方が好きやもん、そんなめちゃくちゃ長いってことはないからね、実際はまだ165やと以上やと思ってた、あら本当によく言われる、めちゃくちゃでかそうに見える、この前の波動は七瀬と同じぐらいに見えたけど、だった、あ本当？でもね七瀬の方がね1センチ2センチぐらい高い、だからもうこれぐらいの差ですね、これぐらいの差でも、これぐらいの差でもね七瀬の方がでかいんですよ、でも私はね正直もうね3年前ぐらいから身長測ってないんで分かんないです、 3,4 年前に測った身長が162センチだったんで、ちょっと162センチですって言ってんねんけど、もしかしたら今新しく身長を測れば伸びてるかもしれへん、てか伸びてることを願ってるけど縮んでないやろうなと思ってるけど、まあ、3年4年測ってないんでわからないですねそうだってゆい163だもん、あ163か4じゃない確かゆいゆいって、うん、そうでもね私よりでかいですね一時期、あでも本当にちょっと何年前やけどマジでゆいの横並んだゆいの方がでかかったですよ身長は、2年前とかかな3年前とかかな、うん横に並んだ時はゆいの方がでかかったです、確かにこうやってね横に並んだ時、うんうんちょっとだけやけどね、そうだからゆいの方がでかいです実際、ネギちゃんぐらいの身長が一番可愛い、あーそれはもう男性はだってちっちゃい方が可愛いです好きでしょ、ちっちゃい女の子大好きやん、それはだって自分より身長がちっちゃい方の女の子がいいってよく聞くけど、まあ、私はちっちゃくないんで、私はもうあらスタイルがいいわね、かっこいい、お洋服がよく似合うって言われる身長を目指してるんで、もう縮むことはねまだ望んでないんで、伸びることを望んでますもう伸びませんけどねそう、小顔で足手足長いから高くない、あ小顔って思うやん思うやん、でもね私のいる世界は顔がちっちゃい人が普通なんですよ、で顔がちっちゃい人が普通、そう
当たり前なんです。だってメンバー見てみ、みんな顔ちっちゃいねん。私だからメンバーレッスンとかでメンバーとこう並んでレッスンするやん、横におったりするやん、私顔でかいって思うからな自分のこと。嘘、同じメンバーが顔がちっちゃすぎて顔でかいな自分って思うんですよぐらい、あのね、周りがねちっちゃすぎんのよいやそう、本当にもうそうを錯覚してしまうぐらい周りがちっちゃいんですよ。そうだから私さ、自分の顔が大きいなって思う。あ、これは本当になんか自分の自虐とかなんだろう、ネガティブとかじゃなくてシンプルに、あの私がレッスンの時とかよく思うんですよ。そう、周りがあの異常にちっちゃいだけ。そう、周りが異常にあのちっちゃいだけなんですよね。そうだから、でもちっちゃい中に普通がいるとどう思うか、でかいって思うやろ。ただそれだけの話なんやけど、そう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 、あ、まず別に自虐とかなんでもないねんけど、あ、思ったよっていう、あのそれだけの話。あ、トムさんは160センチ以上あるように見えるけど、そんな実際大きくないんですよね。なんでなんだろうね、すごい異常なぐらい顔がちっちゃいんですよ。トムさんってめちゃくちゃ顔ちっちゃいので、めちゃくちゃ細いから、で出てるとこ出てらっしゃるからね、めちゃくちゃスタイルいいんですよ。だから本当にトムさんこそ身長詐欺だと思う。だってトムさん身長160じゃないやん多分。え、あるようにマジで見える。なんかもうマジックよね、トムさんに関しては。いや本当にトムさんに関してはマジで本当に、あ、え、ないんやって思います。だって横にとかならない、ちっちゃいですもん私より全然。うん、本当にびっくりよね。なんかね、なんか高そうに見えるよね。なんかね、156センチしかないの？え、そうなんや。ほんと顔ちっちゃすぎてさ、バランスいいからマジでそう見えんよね。マジでトムさんに関してはマジ顔ちっちゃすぎる。マジで顔ちっちゃすぎるねえ、ほんとにびっくらポンポンポン。生まれ変わったらギョーちゃんの顔になりたいぐらいお顔が天才。あ、ほんと、こんな顔でよければ全然嬉しい、ありがとうこんな顔でよければ全然、うん、はいって感じオーラがね、確かにオーラはあるわ。トムさんはあるある、なんか出てるよね。ねえねえねえ、いやそうそう、ほんとその通り。今まででエイトの中で一番さ、ミサッキーかな。あ、ミサッキーは体も細かったからね、顔もちっちゃいけど、スタイル見てビビったメンバーはどういうスタイルですか。それはあのいろいろあるじゃないですか、スタイルの良さにも。こうなんだろう、ほんとモデルさん体型ストーンってしたスタイルの良さなのか、それかこう男性が好きなボイーンってしたスタイルの良さなのか、トータルのバランスの良さなのか。そんなめちゃくちゃ細いってわけでは、それこそ小島さんみたいにすごい爪楊枝みたいな細いわけでもないけど、出てるとこ出てて、あの程よいバランス、こう顔の大きさだったりがたいの良さだったりのバランスでスタイルがいいのか。スタイルいいって結構人によっていろいろあると思うんですよ。そのストーンみたいな、もうキュ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 みたいなのスタイルいいっていう人もいれば、ボンキュボンをスタイルいいっていう人もいるし、いろいろスタイルの良さってそのカテゴリー別なので、どれのことを聞いてるのかちょっと分かんないですけど。
そう。でも本当に私の中ですごいバランスが本当に良くて、スタイリーなでも小島さんですね。やっぱりポンキュッポンですし、なんか爪楊枝みたいに蹴ったら折れそうっていうほどの細さではないから、そう可愛いしね、顔も。そうですね、めちゃくちゃスタイルがいいと思う、トータルバランスめちゃくちゃいいと思う。マシュバのボディって言われてたからね、小島さんはね。うん、顔も可愛いし。今だって小島さん30代でしょ。マジで見えんよな、可愛すぎる本当に。そうかな、やっぱり。そうですね、まあでもこれはこればっかりはね、好みです。完全にこればっかりのスタイルいいとか好きとか嫌いとかはもう好みです。その人のぽっちゃり系が好きな人もいればカリカリ系が好きな人みたいなのもいるから、うん、こればっかりはその人の好みですね。その顔の好みも人それぞれだと思いますし、そう、ぎょうちゃん腹筋とかするの？だって腹筋大嫌い私筋トレ嫌いなんですよ、この世で一番。特に腹筋は嫌いです。てんてんが憧れるスタイルのメンバー小島さんですね。やっぱりあんだけボンキュッポンは羨ましい。30歳になった今でも本当にね、出てるとこ出てますからね、素晴らしいですよね。そう、しかも身長も164センチらしいので、私が165センチに憧れてるので、一番理想に高い、一番理想に近い身長。そうです。いやー、小島さん全然老けないですよね。あれで30歳だって全然私たちと並んでも違和感ない、全然違和感。てか特によく起こる現象、芸能人は年がわからないです。なんか芸能人あるあるだと思うんですけど、俳優さんとか女優さんとかモデルさんとかそうですけど、何歳って言われて、え、何歳なんですか、あら、えってなりません？なんかもうわからんよね、なんか年齢が。芸能人の人ってさ、ある一定からもう老けないし、逆に若返ってる人って若返ってません？だから本当になんかもう分からない本当に分からない、何歳なんですかねってなるね。えすごいよね、かゆめ、かゆかゆかゆ。すごい世界。あ、そうでしょ、そうなんですよ。素敵な年の取り方したいですね。
あ、ギョーちゃんファッションかっこいい、ありがとう。ダンスできそう、イエーイ。いや、まあ人に見られる職業が大きいのはね、もうその通りだと思います。なんならそのね、売り物ですからね、自分自体が商品だから。そうですね、30歳になってもヨウちゃん応援したい。あ、ほんと？言ったな、言ったな、応援してや、30歳まで。メンタルが老けるのに影響はするみたいですね。だってどういうこと、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 メンタルが老ける、心がおばあちゃんってこと、どういうことだ。30歳まで現役、それは分からんそれは分からんわ、保証はせんよ。私はあの絶対的なものは保証しませんので。あ、好きなことに夢中になってると老けない、だって。あ、そうなんだ。はあ、そっかそっか。お酒を飲んだら老けがる気がするそれ酔っ払ってるだけじゃなくて、よく老けてるって言われてた。私も老けてるしか言われたことない、申し訳ないけど。私大体小学生の時中学生に間違えて、中学生の時高校生に間違えて、高校生の時は大学生に間違えられてたからね、一生会わへんかったよ。そう、中学生なのに、あら高校生とか、いやいや中学生一生会わへんかったから。全然大丈夫よ、今だいぶね会ってきてるから。今24になる予定なんですよ、だから23.5 歳なんですけど、だいぶ 23.5 歳でしょ、だいぶ追いついてきたから。そう、そうそうそう、だいぶね追いついてきたんで、いい感じです。追いついてきたでしょ。そうな、22ぐらいからねだいぶ追いついてきてん。そう、でもね多分ね大丈夫だって。私の先輩方とか見ててん、え、本当に何歳かわからなくないね、本当にさ何歳かわからないよね。若いよね、見た目年齢。あまり若すぎに あまり若すぎに見えない。あ、ちゃ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 、あまり若すぎに見られるのは嫌だけどな。だと、なんでー、童顔なん、チミは、チミは童顔なん。いいじゃない、童顔かわいいよ。わかんない、どうなんだろう、まあ生きてる世界っていうものもあるかな。このね職業は割と童顔の方がね有利に立ちますよ。エイタの最年長はリンちゃん、2個上かな、リンちゃんが。そう、
例えば25歳のいい大人で年齢確認するの嫌でしょ、だって。あーでもさ、童顔な人はそれが悩みとかっていいよね。高校生に間違えられるとかさ、いやいやもう自分大人やねんけどってなるやん。でも逆を考えて、まだピチピチの10代なのに、私ずっとピチピチの10代の時にずっと20代半ばと間違えられててん。それも辛くない？ピチピチの10代よ、まだピチピチよ、高校生とかよ、ピチピチ子供の時に大人と間違えられるのも嫌くない？いやいやまたそんな言ってない私ってならん？それもさ嫌くない？私マジで言われとったで、ずっと。だからもうずっと嫌やってん、老け顔が。そうでもだいぶ追いついてきたから嬉しいなっていう感じ。だって若い時の10代なんてその時しかないやん。なのに年上に見られてない、なんだ、年いたら年上になんねんからって思うやん。そうそうそう、若いのに若く見られへんのも辛い。逆に大人になって若く見られすぎるのも辛いね、その年覚されるとかはね。まあでもさ、どうなんでしょうね。でもよくない、若く見られるって。若いってことよ。よくない、嫌なんかな、わからない、私童顔じゃないからな。あー大人に逆に、あーまあ私ちょっと女の子の視点しか分からんから、男の子はちょっと感じ方が違うのかもしれないね。確かに。一番最高で何歳って間違う、ああ10代の時に27って言われた。いや分からんよ、ディスられてただけかもしれへん。10代の時に27歳って言われて、その時ね、確かね、まだ、なおちゃんがいて、なおちゃんが25とかだったのかな。なおちゃんより年上やないかって突っ込んだよ、ショールームで。そう、だから一番最年長ですかって言われた。いや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 、その時まだ全然、一番最年長がなおちゃんやってん、その時な。なんか上にまだ全然おった。今は上から、学年で言うと3つなんよ。順番で言ったら6番目なんやけど、もう今はさ、しゃあない、もう年取ったし、若い子入ってきたから年になるの分かんないけど、当初は私平均年齢だった、平均年齢が 14.7 とかだった、私15歳だった、ちょうど平均ぐらいだったんですよ。そうだからその時にね、言われて、そんなに老けてんのかなみたいな。いや多分あれは本当に言ったんじゃなくて、多分ただ単にあのね、ディスられてただけやねんけど、まあ、今まで一番最高で言われた年齢は27歳。そう、まあでもね、この世の中にはそうやって人が傷つくことを言って楽しんでる人もおるから、その人はね、知らん、むしろむしろ。でも大体ね、10代の時は、私が高校生の時は22、3に間違えられとったね。その本当に今の年ぐらいに、18、17の時はよく間違えられてました。なんか何年前、5年前とかの時はちょうど今の年齢ぐらいに間違えられてましたね、よく。そうなんですよ。大人っぽくはな、あ、顔がね。服装は1ミリも大人っぽくなかったですけどね、あの時。服装も大人っぽくなかったし、全然やってんけどね。まあ、ここだけ切り抜いたらそうだったんかもしれん。でも国によるかも。それこそね、なんかこうひーちゃんとか会津湾にいてた時とか、
K-POP アイドルさん見てて、はい、まだ中学生なのとか、まだ高校生なのみたいな、すごい大人っぽい人が多いなってめちゃくちゃ思いました。ビジュアルがね、そう、中学生高校1年生とかやのに、なんかもう全然20歳ぐらいに見えるぐらい大人っぽい人が多いねんなっていうのはすごい思った。やっぱ国によってアイドルのあれの感じはやっぱ違うんやなって思いました。日本で言うとやっぱりちっちゃくて童顔でこう可愛らしい感じの子が多いじゃないですか。けど逆に大人っぽい綺麗めな人、その可愛いけど綺麗めな感じの人が多いんやなと思って、やっぱその国によってのそのアイドルのビジュアルというか傾向がやっぱ違うんだなって思いましたね。うん、そうだからすごい、あ、中高校生なんだ、はあ、へえって思いましたけどね、私結構。だからそのね、衣装だったりメイクだったりそのコンセプトがそもそもにね違うからね。そう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 、多分そういうのはねあるんだと思います。その国によってそういうのがあるっていう。そうね、前髪が結構ね、あのセンター分けだったりとか上げてる人とか多いね。確かにそれはそんな気がする。逆に可愛いバブちゃんみたいな人もいますけど、でもそれはそれで可愛いって言われてますもんね。可愛い赤ちゃんみたいって言って、珍しい部類に入るじゃないですか。でも逆に日本のアイドルは美人系だと珍しい部類に入るかもしれない。うん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 。あ、オルガンジャケチェッキや当選しましたって。おめでとう。大切にしてくださいな。そう。ね、そうなの。浮いて見えるですね、日本では私は結構。初めての話し会だって、おお、ファイト、ありがとう。結局は好みかな。いやマジでその通りやと思うで。結局は本当ね、なんだ、結局はそこのところはもう完全に好みです。まあでもその王道邪道はあるけどね、結局何にしてもそうよ。日本のアイドルの王道はやっぱりなんかチュインテール、ブリブリ、フリフリ、かわいい、動感みたいなのがやっぱ王道やけど、まあでもこういうね、その邪道が好きな人もねいてくださいますからね。まあそんな人がいてくれへんかったらもう私アイドルなんて続けられへんけどな。そう、まあでも私がハーフチュインテールとかツインテールするともうあのやっぱファンの人は喜んでくれますね。まあまあ結局はそういうのが好きなのかしらね、どうなのかしらね、よくわかりませんけどね。おほほほほほほ。でもファンの人とかではないけど、本当に昨日みたいな髪型、昨日波動だったんですけど、あの来てくれた、あの会場にね当たって来てくれた人ありがとうございます。あとあのメーターね、バロメーターね、あの投票参加してくれた皆さん本当にありがとうございます。嬉しい。
そう、あのその時私ハドの時今日前髪上げるんですよ。で前髪上げるのが好きって言ってくれてる人もおれば、ある方が好きって言ってくれてる人もおるんですよ。で私が本当にこうファンの人じゃなくてね、逆にそのメイクさんとか、まあ、今の事務所の人に圧倒的に言われるのは前髪ない方がいいって、もう本当圧倒的に言われます。そう、前髪ない方がいいよって言って、そうメイクさんにも前髪ない方がいいよって言われる率も高いですし、事務所の人にも前髪ない方がいいって言われる率は でかいです。なんかないとどうしても大人っぽくなっちゃうんですよ、顔が。そうだから、その大人っぽい感じでいくんだったらない方がね、確かにこういいんですよ。ただ可愛くいくんであれば前髪があった方が可愛らしくはなるんですよね。そうそうなんですよね。だから結構人によります。でもそのファンの人以外の人たち、周りの大人はでよく言われるのは、もう圧倒的に前髪ない方がいいって本当によく言われます。ただ私が前髪がないと顔が老けるのがどうしても嫌で、大人っぽくなるのがどうしても嫌で、ハドの時はね、あのゴーグルつけるんで前髪死ぬんですよ。それが嫌で前髪上げてるんですけど、基本それ以外のコンサートだったりイベント劇場は絶対前髪あると思うんですけど、私めちゃくちゃ前髪こう鉄壁にケープバチバチに振ってるぐらいなんで、こうなんだろう、すごい前髪命なタイプの人間なんですけど、そうですね、やっぱりこのどこに位置するかでやっぱだいぶ変わってくるんだなっていうふうに思います。多分アイドルやってる時は前髪ある方がいいんですよ。可愛らしいお洋服とかがやっぱ似合うし、可愛い曲の方が似合うから。でもまあそのアイドルやってない仕事の時とかやっぱ前髪上げたりとかする方が大人っぽく綺麗めになるから、多分上げてた方がいいっていうことなんだと思うんですけど、でもだいぶ雰囲気違うってよく言われます。ある時とない時で、そう、はい、だいぶ雰囲気違いますねってよくね、これは本当によく言われる、あるのとないのとでは。そう、だいぶね顔面変わりますね。やっぱ髪の毛って大切だなって思います。髪の毛っていうか髪型ってとても大切なんだなってすごいね、個人的にねもうめちゃくちゃ思いましたね。そう、まあ私がもうちょっと年齢が25、6、7ぐらいになったら前髪なくてもいいかなって思うんですよ。もう年も年なんで、大人っぽくってなったところでも30に見られようが27に見られようが、まあぶっちゃけそこまでそうじゃないですか。だからいいんですけど、まあ、一応ねまだね20代前半なんで、そこまで大人っぽくまだサバを読みたくはないので前髪はね結構アイドルしてるときは必須でいこうかなっていうふうにはね思っております。まあただ時と場合によってね変えていきたいなというふうには思いますけど。あ、そう、昨日の波動ね、そうです、昨日の波動、なんと皆さん優勝しました、九州、イエーイ。マジでどこ行きたい、どこいろんなとこね行きたくて、マジで本当決まってないんですけど、場所は九州しか決まってなくて、どこに行けるのかなって楽しみなんですけど、その前の石川もねまだ行けてないんですけど、そう溜まっております、旅行が。嬉しすぎ、楽しみだわ。しかも前回もチーム4優勝してるじゃないですか。で今回2連続で、ね、優勝しました。え、なんと私昨日の、 あの獲得点数10なんてなっけ3、4、5かな15だっけ点獲得したんですよ。しかも1試合で、やばくない？1試合で、そう、なんか前回より点数取れたんですよ。今回成長してるわと思った、すごい嬉しかったです。私1試合しか出れなかったんですけど、最初の試合でなんとかギリギリ最後の試合かな、勝って負けて勝ったんですよ。だから
最後の試合で10何点取ったのがでかかったんですけど、すごいね良かったです。あの食らう数も少なかったですし、得た得点もでかかったので、すごい自分的にはね良かった、上出来、イエー、楽しかったね。それで次の試合の時もあやみんと七瀬だったんですけど、そうそうそう、獲得してくれてめちゃくちゃ良かったですね。そう、七瀬は26ポイント、七瀬はでも2試合の合計で26ポイントなんですよね。そう、だからやっぱりね、追い詰められると人って何ちゃら発揮できますよね。そう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 、なんですごい発揮できたことはねとても嬉しかったです。でもやっぱあれはね、ファンの人のね投票もねでかいっすよ。そうなんで次、まあいつ出るか知らんですけど、次出る時はまた協力をねしていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますんで、次は知らんけどいつ出るんですかね、わからないですけどまあよかったらよろしくお願いします。はい、じゃあそういうわけでちょっと1時間15分ぐらいちょっとねショールームしたんで、それぼちぼちぼち終了にしたいと思います。明日はねオンラインお話し会ということで、オンラインお話し会して終わるの遅いので、行く前、明日はね夕方からなので、昼過ぎぐらいかにショールームちょっと15分だけしようかなっていうふうに、はい、思います。なんでまあもしタイミング合えばよかったら15分付き合っていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。じゃあランキング13位岡山さん、12位空豆さん、11位ヒカル 400X さん、11位カイシーさん、9位アキヒコさん、8位ヤングさん、7位シガーさん、明日のお話かよろしくねってよろしく、6位ワイマツさん、ゆりなちゃんのスタイルがほにゃほにゃほにゃなのでね、ありがとうございます。5位横洋さん、4位ジェリーさん、3位ナッティさん、2位しんのさん、そして今日の第1位はつーちゃん。明日お話し会の前に試合をこう練習的な、違うかな、あ、一試合お頑張れ。はい、というわけで今日見ていただき本当にありがとうございました。というわけでね、この後私は晩ご飯を作りたいと思います。頑張ります。じゃあ、見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ではまた明日の、お話し会でお会いしましょう。あ、ぜひねオンラインお話し会ね再販、12月24日よろしくお願いします。ぜひ24日だけでもね完売したい、完売したないよ、やばいよね。昔はね本当に昔はその中もうさ、クリスマスだけでも完売させてくださいなんて言わんでもクリスマスは即完売してたんですよ。いや24と25だったらどっちがいいんですかね。いやちょっと分かんないですけど、20やっぱ5かなーって思ったんですよ。あ、違う4かなーって思ったんですよ。やっぱイブなんでね、基本さイブがメインって言うじゃないですか。だからやっぱイブかなーって思ったんですよね。よろしくお願いします。じゃあそんなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。じゃあ